次元ゲームネプテューヌビクトリー2。全部終わらせる。10年早い。私のターン。私の番ですね。ごめんなさい。ここにシアークリスタルがあるのか。この国にもまだこんなに綺麗なところが残ってたんですね。シェアクリスタルがある場所だけ。それってこの国、いやこの世界の土地はもう土地が失われるということは、女神が国を守護する力がほっ、そもそもゲーム業界の国というのは、それは私たちの国も同じだね。しかし文献に残っていた情報によると、その女神の力の源は、人間のいないこの世界ではもはや女神は本来の力、そして各地に眠っているシェアクリスタルは過去に存在していた人々の、女神と国民は互いに持ちつ持たれつの関係で国を作っているんですよ。前に冒険した別の次元のゲーム業界でもそうでした。じゃあゲーム業界って場所はどこも一緒なんだね。私的には分かりやすくていいかも。なら説明がしやすくて助かるよ。最近の調査で分かったんだが、この世界にはこの国しか存在しない。やっぱりそうなのか。嘘。それじゃあ冗談抜きにリアル世紀末状態。世紀末という言葉が可愛く聞こえるほどだけどね。しかし女神であるウズメがいるにもかかわらず、 いえ、シェアの供給をシェアクリスタルに依存しているウズメでは、世界に女神として認められていないのではないかと予想しているんだ。そんな女神のいないこの世界はすでにゲーム、そんな世界最後の国であるこの国が滅びるとなくなっちゃいます。そんな元ゲーム業界にあえて名前をつけるのであれば、ゼロ次元だろうか。だけど俺は絶対諦めねえ。世界に認められてなかろうが、現にあいつらは俺を女神として慕ってくれてるんだ。話を戻すが、この場所が自然豊かな理由、それはこの森全体がシェアクリスタルの影響を受けていて、だからこの世界ではシェアクリスタルが眠っている場所で、付け加えるならここはでかい森だろう。じゃあここのシェアクリスタルを持っていったら。そうなるね。けどこういう場所は貴重だからね。よかった。それなら今度お花見に来れるね。お姉ちゃん、海代さんが重い話してたのにそんなこと考えてたんだ。分かってないな、ネプギアは。こういう切羽詰まった状況だからこそ。そうだな、デカブツを片付けたら祝勝会も兼ねて。じゃあ、それいいかも。なら俺も作るの手伝うぜ。ウズメのあんな楽しそうな表情を見るのは、できることなら可能。えい、次行ってきたー。
粉塵うがっよしデブデブにしてやんよ一戦本気でいきますバカンやったこのくらいへっちゃらですしようか。手間をかけさせやがって。いきます。私にも。はあ、そろそろ体力やばいと。はっ。やあやあ、うずめ。おお、ヌラリンじゃないか。久しぶりだな。あれ、もしかしてこのスライムもウズメのお知り合い？あ、こいつも俺の仲間だ。名前はヌラリンって言って、こう見えて
スライヌ族の若旦那なんだぜ。へえ、スライヌも見た目によらないんだね。おお、よしよし、かわいいやつめ。ぬらららら、この子で、ど…ここを見つけたの、僕らな…そうか、ここを見…ネズメさん、ほんとモンスターたちに…俺は別に何もしてねえよ。こいつらが勝手に懐いてくるだけさ。今、僕の仲間がクリスタルを探しているんだ、ヌラ。なら、俺らも探しに行こうぜ。こいつらばかりに苦労はさせられねえ。こういう時くらい頼ってほしい、ヌラ。ウズメはもう…そう言われてもな。わかるわかる。ウズメって、私と一緒でじっとしてられないタイプだよね。まあ、そういうことだから。俺たちは向こうを探してみるから。わかった、ヌラ。さて、俺らも行くか。ほう。え、フルボッコにしてやるぜ。待ってました。ヌラズッパ、任せてください。待て、ドイツにしようか。オーケー、オーケー。獅子粉塵。ネズネズにしてやんよ。でも、この後した方がいい。ヒャーウィガ。俺が全部終わらせ。よし。もうダメ。限界です。まだまだ平気で。待て、私のターン。俺の番だ。獅子ふ、よし。もうダメ。まだまだ余裕余裕。トーン。行くぜ。フルボッコにしちゃうよ。ダッシュダッシュ。何をしようかな。獅子粉塵。何をしようかな。私の番ですね。さて、どい。何をしようか。次。行くぜ。えい。上から来るよ。気をつけて。行くぞ。回復ギボンヌ。獅子粉塵。じゃ、よし、撃破。行くぜ。よっ、トーン。はっ、よっ、えい。Okay. Here we go.